八代目立花屋炎像は、日本の落語家。本名、大山武雄。落語協会所属、同協会相談役。出林、虎大治。全名の五代目月の家縁鏡としても広く知られていた。東京府東京市平井出身。生涯を通して、平井に在住していたため、平井の師匠という通り名があった。1960年代から1980年代に、 かけて、よいしょの演歌の異名で、落語家としてもラジオスターとしても一時代を築いた。徹底的に迷路を、かつ座持ちの良い芸風で、座敷のみならず、講座、ラジオ、テレビ、CM を問わず大活躍し、窓か鏡の声が聞こえない日はなかったほどの人気を得る。また七代目、立川男子を兄貴分として信頼していた。 持ち前の頭の回転の速さから謎掛けを得意とし、テレビやラジオなどの放送番組で人気を博す。この時代にラジオ台本を多く手掛けていたのが半村寮で、交友は半村の晩年まで続いている。得意の謎掛けから自宅の表札の裏にその心は、と書いてあるとも噂された。また頭の回転を生かしたトンチも発揮し、 大喜事やクイズでもいち早く回答して、早いが、鳥居の出前と、窓か鏡、早いといえば、窓か鏡か新幹線かと自称した。強度の禁止のため、黒縁眼鏡をかけたまま講座に上がっていたが、これは従来の寄せ園芸のタブーを破るもので、トレードマークになった。兄弟子の初代、林家三平が、吉子さんで売ったのに対抗し、妻の節子をネタにした。 うちの子がというフレーズが大いに受けた。1960年代から1980年代初頭まで CM キャラクターとしてもお茶の間でおなじみの存在となり人気者になった。1978年に勃発した落語協会分裂騒動では師匠である七代目演像の無節奏な言動に翻弄され、その後も落語協会復帰は許されたものの、 実質的な演像一門の看板としてその後の後始末などで大変な苦労をする羽目になった。1980年に師匠が没して、わずか2年後の1982年、窓家像の名跡についてしまった悪印象の払拭を期待され、異例の請求差で八代目演像を襲名。この襲名劇に際して、七代目演像が一代、限りの約束で名跡を六代目。 三遊亭炎章から借りていたという事情があったため、当時五代目月の家縁鏡を名乗っていた八代目炎像が七代目の没後に六代目炎章未亡人に名跡を一度返上した後、炎章未亡人に対して、私に炎像の名を継がせてくださいと頼み込み、その了解を得て、襲名を行ったという経緯があった。八代目襲名後は、次第に寄せに比重を移し、 僧侶弟子の六代目月の家縁か神以下、多数の弟子を抱える大御所的存在として君臨する。八代目縁像一門は本人にちなみ、よいしょの一門と呼ばれる。晩年は、高齢のため前世紀のような講演が困難となり、2012年、頃からは講座への出演を控えていた。2015年10月7日、寝室祭堂により死去。81歳没。没後。 江戸川区が平井の円造亭を購入する。その後は江戸川区により記念館、平井炎造亭として保存し、整備された後に一般公開されている。1952年12月14日、上芝屋を経て四代目月の家縁鏡に入門。前座名は立花屋竹造。1955年3月に金原亭馬太郎と共に煮詰め昇進し、 立花屋須造と改名。1965年3月、新内昇進、五代目月の家縁鏡を襲名。七代目、立川男子、五代目、三遊亭窓科学、三代目古今亭新長と共に、落語四天皇と呼ばれた。1978年、文化庁芸術祭優秀賞受賞。1982年10月に八代目立花屋炎蔵を襲名。 2006年、落語協会相談役に就任。2012年11月に、江戸川区文化賞受賞。2015年10月7日、死去。レギュラーゲスト等。ありがとうございます。